MGHS は、上海汽車集団参加の MG が製造、販売している小型クロスオーバー SUV である。中国で2018年7月12日に発表され、9月16日から発売開始した。HS は2018年4月の北京モーターショーに出展された X モーションの市販モデルである。MG 初の SUV である GS の後継にあたり、 ZS より一回り大柄な車種となる。セイクと CB グループとの合弁で組み立て、販売が行われている。太陽国では2019年9月25日から発売を開始した。また、イギリス市場では2019年末に17,995ポンドという価格設定で発売開始した。駆動方式は FWD とオードとなる。エンジンはべて セイクとゼネラルモーターズの共同開発で直列4気筒1.5リットル TG、直列4気筒2.0リットル TG の2種類。トランスミッションは6速 MT、6速 TST、7速 TST の3種類である。2020年9月、中国でフェイスリフトモデルが発表され、新たに両校の社名が付けられた。10月17日に発売開始される。 2019年11月22日、広州国際モーターショーにて、フェブ版のエズが発表され、18.98から21.98万円の価格で発売開始された。2020年10月にはイギリスでも29,995ポンドの価格でフェブが販売が開始される。エズは FWD のみとなる。直列4機等1.5リットル。 TG エンジンとモーターの組み合わせで最高出力 291PS、最大トルク 480NM を発揮する。トランスミッションは10速エズである。ありがとうございます。